麻雀スタジオ。前回の手役説明の追記です。ピンフとイーカンツー。ピンフは最終形が4つの瞬通1ジャントーできてれば何でもいいと、ジャントーが地風だろうと三元牌だろうと何でもいいと、4つの瞬通1ジャントーが最終形でできていれば OK。イーカンツは暗冠民間どちらでも点数は5点と。この2点説明します。今日本麻雀がどうしてもベースになっていると少し分かりづらいですが、ジャントは何でもいいです。これピンフ面前10点です。泣いていてもピンフが成立します。ジャントが初でも成立します。なのでこれもピンフです。初短期待ちっていうピンフです。最終形が4つの瞬通と1ジャントになってますんで、4つの瞬通である以上はピンフ。もう極端な話、これもピンフです。これもピンフです。最終形が4つの瞬通、1ジャントー。これがピンフということで、ジャントーは別に地風三元牌関係なしということです。次に、イーカンツは民間暗冠どちらでも5点ということで、少し戦略的に考えると、今この手は面前5点役なし1点の6点です。役がないです。ここから勘をしても結局イーカンツのみの5点です。面前の5点と変わらないです。なので面前の5点とイーカンツの5点変わらないので、もともと面前の場合は、または手にそれ以外役がない場合は特に勘は必要ないのかなと。もともと泣いていて面前つかない手格好が1点である、この時は3番を冠することで1点が6点になるので意味があるかなと。もともと面前の時に冠する必要はない。ただ泣いている時、面前がつかない時だと冠することで5点がつくということで意味があるのかなと思います。またはあんこが2つあると、あんこが2つ以上あれば、両あんこ面前5点5点です。あんこが手牌に2つだと、この後の伸び、3あんことかのことも考えると、勘をするメリットはないかなと思います。もともと両あんこ5点つきますし、この後の伸び、3暗号も考えると9番3番は関する必要ないのかなと。このあたりは場数踏まないと実際は分かんないと思います。ただイーカンツは暗冠民間どちらでも5点と、まあ、暗冠の場合はイーカンツとその後の暗号の伸びも2つ両取りできるんで、まあ、暗冠は問題ないと思います。まあ手牌に暗号が1個だけで、もともと泣いていて面前もつかない、こんな時は勘をして5点プラスさせるのがセオリーなのかなと、まあ、とりあえず暗冠民間どちらでもイーカンツは5点、ピンフはどんな形でも4瞬通1ジャントーであれば
つくと、ちゃんとが三元杯だろうと、最終形が短期待ちであろうと、四つの春通一、一ちゃんとが成立していればピンフがつく。このピンフといい貫通を説明しました。どうもありがとうございました。